それでは聞いてください。初恋カルボナーラ。
したいけれど。君のことをずっとずっと好きで、もっともっと好きになってもいいですか。初恋がルボナーラ、クリームソースのような真っ白な恋かけに君がうなずいてくれた。半熟にも僕は小さな皿の上で溶け合った気がしてた。大好き大好き大好き、もう君以外思っていた。ずっとずっと好きで、もっともっとずっと続くと思っていた。巻き戻したいけれど、初恋がルボナーラ、クリームソースのような真っ白な赤髪に黒い胡椒をかかった。半熟にも満たない、未熟な君と僕は、たったその数粒で何か変わってしまった。大好き大好き大好き、もうそれだけじゃダメと気づかされた。大好き大好き大好き、もう戻れない。初恋カルボナーラ、
より空気軽装でも泣けてくる夜も悩んでても解決はしないでしょう。そうですね。ちょっと息切れしてる。暑いね。暑い。でも今日涼しくてよかった。ね。しかも天気もさ、雨予報だったじゃないですか。だけど、そうらしいんですけど。そう無事にね、ちょっと快晴とは言えないけども、ちょっと晴れたし、ね、絶好のね、撮影日和もなったんじゃないかなって思います。どうですか？カメラたくさん。最高。いっぱいカメラいる。今日初めて、ね、あの見てくださってる方、うん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 、後ろの方とかにもめっちゃ いてらっしゃるので、ありがとうございます。ちびこがいっぱい、かわいい。ありがとう、手振ってくれてる。JC かな、JC 手振ってくれてる。中学生、11歳若いな。11歳え、初めて来たんでちょっとセイラの説明を少しさせていただきたいんですけど、で私たちセイラは3000年に一度の正統派アイドルというコンセプトでアイドル活動させていただいてて、普段は東京、ここも東京ですよね。東京ですね。東京です。東京、まだね、大阪から出てきたばっかりなんですよ。ちょっと時間なくてごめんなさい。そうです、東京拠点に活動させていただいてて、今日あれですか、セイラでここ来るのは初ですか？初です。だってここ自体がさ、今年の4月にオープンしたばっかり。そうなんですよ。オープンしたみたいな。
だってすごい綺麗だもんね。確かに。マンションに住んでる人とかにもさ、うちら聞こえてんのかな。あー、確かに。マンションに住んでる皆さんとか叫んだら怒られちゃうだね。マンションに住んでる人みたい。誰かいないかな。いいなー。繋がってるの。え、確かに。え、すごい。すごい。ここに住んでたらさ、いつでもさ、リリーベ見放題じゃんね。え、うらやましい。めっちゃ。そんなことないだから、ハロプロとかがさ、好きなアイドルが来たら、もう絶対見るよ。てか、ここ住むわ、多分。ここにカメラ、ここにカメラ。年に1回とかかもしれないのに。そのためだけに。亀戸勝ちで。え、ちなみに、はい。亀戸に来たことあるメンバーっていますか？はーい。初めて。初めて。え、私来たことはないんですけど、来たことはないけど、うん、実はあの私のあの銀行の口座の支店名が亀戸支店なんですよ。なんでだよね。前のバイトの。あるよね。そう、指定されるもんね。それで亀戸ってなんだろうってずっと思ったら今日来ました。よかった。まさか解決したね。え、塩丸さんは？はい、私はもともとここのこの亀戸クロックさんがサンストリートだった時代って知ってます皆さん？前世。あ、知ってます。知ってるって。その前世のサンストリートのカフェで働いてたんですよ。え、バイトしてたの？なんで？普通のバイトってことだもんね。普通にバイトカフェでしてて。だってさ、今日さ、絶対さ、あのここにさ住んでるさ、ご近所の皆さんもいると思うからさ、知ってたんじゃない？え、うちのこと知ってます？もしかして。なんてカフェ、なんてカフェ？知ってたり。デイドリームチョコタケカフェっていう。え、かわいい。知ってる？ケーキが知ってそう。知ってる？でもうち働いてたの。知ってるって。でもうち働いてたの6年前だから5歳だよ。嘘じゃん。でもギリ生まれてる。その時代じゃない時に。あ、でもトイザラスとかもあったから多分行ってそう。確かに。5歳はトイザラス行く。トイザラスとか行ってそう。すごいね。そう、だから結構昔、うんうんうん、いっぱい来てたから馬先だったので、馬先って言うんですね。バイト先馬先ね。だから嬉しいです、また来れて新しくなって。やったー、よかった。じゃあまた働きなよ。働こうかな。後で見てみよう。ね。求人募集。面白い。セイラはあのここに来るのがハメドクロックさん初なので、うん、皆さんともっともっと素敵な思い出まだまだ作りたいんですけど、皆さんまだまだ気力残ってますか？残ってるよ。残ってるよ。気力しかない。拍手拍手。もっと元気残ってますか？イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。まだまだ曲あるのでセイラと楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。友達ウェディングベル。
声が上がっちゃって。はい、最後にセイラからお知らせをさせてください。今私たちはこのリリースに伴って全国ツアー中です。イエーイ。はい、もうね、全国ツアーももうあの残るところ3都市なので、名古屋、大阪、福岡が残っていますので、ぜひそちらに住んでる友達にもセイラが来るよってことを教えてあげてください。そしてこのツアーのファイナルも決定しています。ファイナルは12月の15日木曜日東京キネマクラブにて行います。イエーイ。どこだよと思う人もいると思うんですけど、うぐいす谷駅の近くにありますので、皆さんぜひ予定を開けて遊びに来てくれると嬉しいです。はい、そして今日撮影していただいた写真はハッシュタグカタカナセイラ全国ツアー2022のタグをつけて、ぜひツイッターなどにたくさん載せてください。私たちも見に行きます。見に行きます。はい、今日この後は3時半からまたここで同じくライブがありますので、皆さんぜひ2回目も遊びに来てください。待ってまーす。見るの来てね。この後はチェキ会など特典会に移ります。それでは以上、セイラでした。ありがとうございました。